はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。1クラス1回限りの仲間なんかよくわかんない題名が、ロマサガ2やっていきたいと思います。サジタリウス皇帝ですね。あとはクロウ、フリッツ、ジェシカ、ルイという形になってます。といえばクロウ前回ハルモニアの剣装備させたけどまだ戦ってないね。今回はカンバーランド編、ハルモニアの剣が光ると思います。多分技とか全然覚えない、適性ないのかな、空圧剣しかないからね、未だに。ではゲオルグ、一体何用で。トーマス王からの和平の使者、話し合いを望んでいます。別にトーマと戦争はしておりません。話し合うことなどありません。私に使者を託したのもそのためです。話し合いに応じてください。帝国は信用できません。まあそのつもりだけどね。なんか来たよ。モンスターたちが頂上の下にトンネルを掘りました。掘りましたって。モンスターどもめ、頂上の向こうに追い返してやる。モンスターどもは私に任せてくれ。それが私の正義の証だ。皇帝の実力見せてもらおうか。いや自信ねー、正直自信ねー。では頂上正門で、どっから行くんだっけ。落としてきません。仕方ない、行くと戻ってこれないからね。こっちか、思い出した思い出した、穴があるはず。あ、モンスターいるね。戦っていこう。人狼、太陽光線覚えたかな。ちょっと試してみる。弓をねもう一段階鍛えたかったんだけどね、そこまでの余裕はない。ハルモニア227、よし、強いは強いぞ。太陽光線いけ、500。やはり皇帝が一番強いな。皇帝陛下万歳。あとウィンドカッターも鍛えてくる。風を少し鍛えないといけないんで。あとシティシーフがね、技を覚えてくれればそれでいいんだけどね。体術アップ、ワニ側の鎧、あ、これ軽そう。あんまりね重い鎧は装備したくないんだよね。レザーアーマーだったらワニ側でいいんじゃないか。ちょっとこれ装備しよう。じゃあ穴周りは制圧したんで入っていきましょう。だいぶね戦闘が楽になったね。揃えてきた会話あったわ。レイピアも作ってよかったと思う。そんなすげえ強いかってわけじゃないけど、一応ダメージが通るようになったんで、体術はまあなんとかなでしょう。で剣も強いでしょう。太陽光線めっちゃ強いでしょう。単体だったらなんとかなる。こいつボスだっけ、ヘビ。なんかお供がいる。太陽光線でいこう。でデタラメや、お供先に倒しておくか。サイドワインダー、これはコークスクリューだな。こいつ空圧剣効くかな、上のやつに。聞け、ミスか、無理だな。これはダメージ与えとく。これいけ、強い。デタラメを使う必要なかったな。熾烈撃、うわー真ん中に来たー。140スタンスタン。え、どうする。太陽光線で押し切るか。いやっけ、ここで回復しとこう。ヒドブレイク、サイドワインダー、フォークスクリュー、9月間効かないから攻撃。ってかマジで技がなさすぎる。体当たり、うわ358、主力だったのに。混乱しろ、混乱した。187、結構だな。月光で回復はさせておこう。混乱が効くってことは、混乱重ねればうまくいきそうだからな。280、やばい死んだ。皇帝がミスった。しかも187の回復が微妙にうざい。あ、どうする。傷薬で皇帝蘇らせるか。100っていうのが微妙だよ。やばい、やれた。もうこいつ LP ねえのに。よし、二重混乱。
月光、移動ブレイク、フォークスクリュー、パンチしちったよ。サミフジュ強い。こいつ防御させるか。263。太陽光線1回使ってちょっと防御だな。コークスクリューと太陽光線回復させとこう。一応よし倒した。強い。ヒットポイント、ヒットポイント上がる上がる。体重使わかった。なぜか危ない。崩れる。帰ろう。最悪もう LP 回復を使う必要があるよね。2しかないもん。もう死ねないよ。倒しましたぞ。トーマと話し合いをしましょう。トーマ新王なのでゲオルグ様討伐命令が全国に発せられました。何？そんなバカな陰謀よ。これはお父様の休止、トーマの即位、お兄様への討伐命令、手際が良すぎる。情報ではダグラスの町には怪しげな兵士が数多く見られている。宮殿に侵入してトーマを救い出す。トーマを止めます。君たち仲間になってくれ。今のうちのもう戦力弱すぎるんだ。一人瀕死だからね。でダグラス入って警備が手薄で、ただし正面にはごっついやつがいるんで、こっちから侵入したいけど、ちょっと待って、宿や。あ、減ってんな。術ピーも減ってんな。寝れるこれ。お、いけそう。ランゲスでようこそ。この間にも抑えててくれんのかな。まあ、技とか本当は覚えたいんだけどね。あの巨人はかなり危険なんで、ちょっと今回危険なことはできないんで放置しておきましょう。安全に行かないとね、マジで。で、敵はいるか。うわ、アリがいる。アリが、傷薬になってる。いやー、二段切り継承できなかったのがかなり痛い。あいつが覚えてたやつはダメなんだ。レオン、ダメ。空圧圏だけどさすがに無理だよな。ウィンドカッター使おう。こいつじゃ覚えないのか。全くひらめいてくんないかね。やはり適正がダメか。どっち行けばいいんだっけ。地下だっけ。敵が多い場合はやっぱり、うわ、2段切り3個、弱い。ライトボールでとりあえず全体に攻撃しておきたいよね。82。70出ればいいか。見切った。いらねえ。キックからそば強い。あのレイン覚えてほしいな。あとはウィンドカッターで3つは開けないといけないといけない。上げないといけないのがきつい。どっちがいいの。トーマちゃん助けに来たよ。兄上、姉上は町の外でモンスターを引きつけている。君が救出されたとすれば敵は逃げ出すだろう。行こう。僕はトーマ、何も言うな。国の中にあのような悪い虫が救っていると見つけなかった我々にも人がある。
財布リュートを見かけましたか。いち早く逃げ出したようですね。北の岬のアジト行けということか。3人が俺を見つめている。俺が行けということか。安心できません。はい、行けばいいでしょう。あと追うつもりです。これ落ち着いちゃうとこいつは仲間できねえかんね。サイフリートの砦、行けというのなら行きましょう。門番がいる。普通だな。攻撃だけでなんとかなるでしょ。ウィンドカッターもね結構強くなってきた。150人。いや初期に比べればねって。ケーク、あれ後ろに行った。しかも敵のウィンドカッター大したことなかった。でライトボールにするか。やっぱり天が優先的に上げたいよね。よし、またワニ側手に入れた。ワニ側は多分結構いいから、コンピッツが8、ワニ側は変わらないけど、多分こっちが軽いんだよね。レザーアーマー、フリッツはワニ側だから、サジタリウスはもうこの指揮者のロブとかいらないからな。レザーアーマーだったらワニの方がいいでしょう。だいぶ分かるね。見切った宝箱、ラバーソール、これは電撃を回避するやつか。9万円。門番変わらない。あ、下が強くなってる。ちょっともう雑敵として出てくるようになったな。ベルセルク、ベルセルクって攻撃力も上がんだっけ。とりあえず暗闇になってくれたまえ。錯乱やばい。うわ死ぬ、やべやべ死んだ、これ完全に死んだ。まさか帝国系総兵がここでやられるとは。誤算だったな。弱いとはいえ、まあちょっとはダメージソースにはなったかな。いや完全に死んだわ。これで一応カンバーランドはサイフリート倒して終わりだから、これでもう補充できないね。いなくなってる。生命のもとってやっぱ3は保っておきたいな。2になったら使うべきなんだな。4人でなんとかするしかない。フリーファイト、いや致命的なやつがやられたわけじゃないんでまだなんとかなんだけど、いけるいける。こいつらクソ雑魚だから。防御要因としては役立ってたんな。的が1人いなくなるだけで多分だいぶ違う。なおさら経験点を稼いでいかなくては。対応構成で確実に後ろのやつを殺す。くらえ、ゼロ効かねえ。ケーク弱いからな。火炎、あっちぇ。回復しとこう。こっからまた人がいなくなるのはまずいから全力でいくか。日本一使おう。違う、日本一が2だから糸ブレイクの方が強いな。結構立て、よかった。回復しといて。やべ死んだ。まだあいつは LP あったはず。4か。意外になかったな。ここで年代ジャンプが起きるかどうかだよね。起きなかったら1人補充しなきゃいけないからどうするっていう。宝箱、おお金、スウェットスーツ、これいいかもな。ちょっと右にも宝箱あるね。スウェットスーツ15か、悪くないな。いや待てよ、鋼鉄が8ってかね、この
怪力手袋装備させたいんだよね、攻撃力上げるために。ラバーソールが14、これでいこう。でこいつもなんか遅くていいや。スウェットスーツにタブレットにレザーカードは意味ないでしょ。ニーベルの指輪これでいいや。よし、じゃあこの宝箱も取ろう。金、ワームスレイヤー、え、ワームスレイヤーって最悪ファイナルストライクを使うか、あるはずだ。攻撃力は17。よし、一応持っておこう。最悪ファイナルストライクを使う。あ、いるファイナルストライクをつけ使えと、俺ちょっと言えてないけど、ファイナルストライクを使えと言っている。サイフリットそれなりに強かった気がするもんだって。ちょっとソバットで攻めよう。154、一人しか当たんねえし。ソバット待って、見よう。あるよね、ファイナルストライク。どうせ技ポイント使わねえんだから、こいつ。返し突きを見切った。コークスキル。ガタね。もうギリギリすぎるよ、戦いが。くらい。全力を出す。こっちは弱いから。さて残るはサイフリーと。回復しよう、その前に。術師を使わなきゃダメ。で森の石も使わないと足りない。これでいこう。いわいましい皇帝め、カンバーランドを支配してそれをネタに七英雄に取り入り英雄の命を手に入れる計画。そんな計画だったんだ。貴様の命を手土産にもう一度出直し。うわはは、これはちょっと待ってね、サイフリートってどれ、え、どれ、町で一番北のやつか。ちょっと一回ライトボールで全体攻撃して、ここはもうファイナルストライク使おう。解放する。え、サイフリートに狙えないんだけど。ちょっと待って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 。じゃあ一旦キラーマシンとか邪魔だからな、確実に倒そう。コークスクリューも使っていくでしょう。ミドブレイクも使うか。9月さ、今日180人どれくらい減るのこれ。生きてる生きてる。とりあえず生き残ってくれれば。プリズムライトってなんやねん、混乱しやがった。ちょっと待って待って待って、これで後ろにファイナルストライクが通るか。あ、通るわ。こいつ狙おう。1段階目のあれはしょうがない。いけ、ファイナルストライク解放せよ。くらえ、どんくらったんのこれ。600とか、なんか微妙。死ぬ、死んだ。いや、もうしょうがない。こいつ死んだんじゃね当たんね。やべ、スタンした。ファイナルストライクはなんか思ってたより火力が出なかったな。回し突き見切っている。回復してる暇はないな。デッドリードライブってない。1体ずつ確実に倒そう。混乱しねえかな。混乱した。ダイヤモンドストップ死ぬんじゃん。コークスクリュー、とりあえず下数を減らす。レッドブレイクで混乱させる。警戒してきやがった。よし、皇帝狙ってくれたのはまあまあまあいいや。よし、ダブル混乱やったー
このパターンでいこう。もう一回混乱しろ。よし、倒した。あと上、水まい、まあまあまあ一緒。混乱しろ。いや、まさかこんなにも井戸ブレイクが役に立つとは思わなかった。自分にはさすがに来ないか。よし、サイクロンスクイーズ結構持ってるな。よし、倒した。危ねえ。いや、きつかった。マジで看板ハンドきつすぎんだけど。ありがとうございました。いや、こっちの犠牲も多かったよ。お前頑張れよ。せっかく2人の人間が死んだんだぞ。いや、王とかも合わせれば多くの人間が命を落としたお前のために、皇帝陛下の戦いのお手伝いをしよう。ありがとうございます。今は少しでも戦力が欲しい。っていうか、あれだな、ここで年代ジャンプしないで欲しいんだけど。むしろもう一回ちょっと仲間集めたいからな。何さってんだこいつ。風じゃねえよ。よし、とりあえずカンバーランドはまず序盤の本当に壁だからね。あ、よし、まだいけんな。で、2人の命が犠牲になったんで、ちょっとこれどうする。武装商船団行くか。あの死体って最後族仲間にしたいっていうのもね、あるんだよね。ただあいつを皇帝にしたところで大したあれになんないかな。ちょっと死んだやつらのあれを引き出してこよう。ハルモニア、クレーマーも出しとくか。レヒピアも多分、ああ引き出しとこう。で、誰を補充してくるかだよね。フリーファイター出す。ちょっと無理っぽいな。3人でなんとかするか。3人か。ここまで来て次多分年代ジャンプが起きるから。あとだって補充できるの誰。この2人はもう使ったでしょ。で、こいつも使ったでしょ。この2人も使ってるでしょ。意外に人がいねえな。あ、宮廷魔術師か。で、こいつ残しときたい。やっぱり宮廷魔術師補充しよう。あ、俺じゃん。だから待って待って待って、魔術師系はまだ結構フリーメージもいるからね。魔術師2人いてもいいか。で、まだホーリーオーダー2人いけるでしょ。3人か。ちょっと3人でいくか。残り1回くらいなんとかなるはず。で、なんかできる、なんもないな。アバロンの木とか、金金金金が欲しいんだよ俺は。160万。よし、金はあるな。なんか作ろう。アマラの木なんかあった。木が成長した。2600円の収入。これこっから先また金突っ込めば。あ、予算いただけませんかって言ってるからね。よろしい。ちょっと今金がどうなんだ。もう一個くらいちょっと防具開発したいな。先へ進めたい。梱包はマジでいらないからね。てかちょっとルドン高原抜けてやっぱり南へ行きます。で、最後族の村でしょ。で、どうすんだっけ。ひもじいよー、ひもじいよー。村の話を聞かなきゃいけない。とは、どっか行けとこなかったっけ。とりあえず休んでいこう。こんなひもじいとこだけどしょうがない。で、あれ、
東の団地をクリアしなきゃいけないの？そうすると、なんか教えてくれるのかな、情報を。やるしかない。3人で行くしかない。東の団地。そしたらなんとかなんだ。全力で常に全力だかんな。でたらめやからマジでアロレ覚えたいんだよな。死ぬ。これさ、一旦で殺せなかったら確実に死ぬんだけど。よっしゃアロレ覚えた。サク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 。オッケー。あんまり思ってたより強くねえんだけど。攻撃あるのか。まあまあまあでもいいでしょ。やべ190くらい死ね。太陽光線こいつらみんな防御力弱えかんな。術中やばい。一番出会っちゃいけないやつに出会ってしまった。しかし、たかが2体。太陽光線で押し切ってみせる。気弾が効くのか。気弾効くのはでかいな。とりあえず、ボスと戦おう。これ、ちょっと無理じゃね？逃げられる？逃げられんな。ちょっと弱いやつにしよう。これは無理だってば。なんか、金色のやつが出てる段階で終わってんな。いや変わらんわ。これでいくか。一体倒すでしょ。コークスクリューで下倒せるのか。アロレイン使っとこう。まず上倒す。コークスクリューでぶん殴る。500マッチ付き240。まだ生きてるけどちょっと弓が弱すぎるかな。120とか。やべ、ほらこんだけ赤こんなんか。ちょっと月光で回復はしておこう。アロレインが思ってたより弱えかな。やべ、よみがえれ。300くらいあるかよ。あ、倒した。いや、まだ LP あるよね。ロックある表紙。傷薬で蘇らせよう。で、これで1体、コークスクリューで1体倒せるから。あぶね、あの下の金のやつがそこまで強くなかったのが良かったな。粘ったかいあった。糸ブレークでいいか。これも太陽光線で決まり。パイロヒドラとか出てきたかんね。いやー、つらい。てか3人がそもそもきつすぎるんだけど。これでなんか変化してる？新しい地へ行きたいんで俺は。珍しい貝を手に入れた。あ、これ買っとこう。情報プリーズ。あ、南よし行こう。で、これでしょ？またモンスターかよ。手助けしよう。ドラゴンって確かさ、そんなに強くなかったよね。よし、宝箱。金。スプラッシャー。これもさ、ファイナルストライクなかったっけ？いや、分子分解覚えられるんだっけな。なんかわかんねえや。でね、ゴブリンソード持ってるんで、これファイナルストライクが使えるはずだから最悪使わせよう。で、高級傷薬を1個持たせるか。そろそろ。よし、これでいこう。で、宝箱。よし、じゃあこいつがボス。
リザードレディ、パイロレックス、いけんな。まず、上のやつは、これで倒す。で、アドレディ一応取らないとこう。OK、ミスった。これで、上は倒した。パイロレックス、いけるっしょ。ミスかよ。で太陽光線効かねえからウィンドカッターでいこう。でコークスクリューの移動でいく。いくつ200か。まあまあまあよし、オッケー。いやー、ほんと全てがきつい。ムーの越冬地に行きましょう。これでここはもう閉廷できるはず。ムーと共に生きるもの、最後族との関係に強い信頼関係が生まれた。最後族との間に強い信頼関係が生まれた。157年後よし、年代ジャンプした。ここは誰で行く？てかもういなくね？オニキスしかいなくね？オニキスを皇帝にして、宮廷魔術師の女はまだ使ってないもんね。はい。でフリーファイター入れるでしょ。ちょっともう、ちょっとまた考えよう。やるぞ、フリーファイター絶対入れよう。メディアよろしく頼む。剣が得意なの。まあいいや、剣で。体験じゃなくて剣でもいいや。ハルモニア持ってるからね。で人権は別に何もないよな、取れるものないよね。結局インペリアルクロスで行かなきゃいけないのか。シティシーフ女性連れていくか。女性ばっかになりそうだな。アマゾネスの方までちょっと手を伸ばそう。こっち何が得意なの。何が得意なのか分かんねえし。バージャー魔力高えな。器用さが高いよねやっぱり。まあそりゃそうでしょって感じだけど。あと2人、術師を入れるか。最後族どうしよう。で今回やるのは、まあ、武装小戦団はとりあえず仲間に入れておくとして、でアマゾネスもできれば仲間にしたい。フリーメージどっちか連れてくか、女の子連れてくか。ちょっと何覚えられる。何も覚えらんねえか。どこで仲間にできるんだ。こいつここでいける。ここは研究者だもんね。風、こいつはここ。水と土とか全く鍛えてないけど、レグレスフリーの魔法研究、あれ、あいけんな。術師2人か、一応連れてこう。あと1人をどうするか。あと1人とか選択肢なくね。ホーリーオーダーは火力の要として入れておきたいから、土と水かちょうど使ってないやつだな。天は覚えさせとこう。天はなんだかんだで役に立つから、どれとも干渉しないから。レグリス、太陽光線だけでいいや。4人で行って誰か仲間にできたやつを仲間にする。男と女がいるやつがいると一番いいんだけどね。ちょっと次仲間になる条件とかを見て入れていかないと。もう人材が全然厳しいや。結構余裕あるかなと思ったけど全然厳しいわ。無理だわこれ。こいつらも使ったでしょ2人。ここ
ね、女性がいないのがイカれてるよね。あとインペリアルガードも、まあ、できることならやっぱり入れておきたいし、インペリアルガードはね男女2人来るから。誰か大学か作ろう。200万クラウン、行こう。これは軍師が行けるからな、建設しよう。そして金がなくなった。40万か。第一段階のやつしかできないじゃん。まあいいや、とりあえずとりあえず40万でなんとかしよう。50万か。40万でなんとかしよう。4人でなんとかしよう。というわけで結構きつい状況が続いてますけど、なんか無理な気がしてきた。まあいいや、とりあえず行けるとこまでは行こうと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。